はい、こんにちは、ゴールドです。昨日初めてホイールカラーの変更しようと GT オートに行ったのですが、なんとまあ分かりにくかったので、今回はホイールカラーの変更の仕方についての紹介動画を作りました。はい、それではホイールカラーを変更したい車に乗り換えて GT オートに向かいます。カーカスタマイズ選択して、ここでホイールと書いてあるところあるんですが、たくさんあのブランドがあって、例えばレイズだったら、まあここに色黄色のもがあったり、赤色のがあったり、青があったりするんですが、ここではホイールが変えるだけで色の変更はできません。はい、今実際この黒のレイズのホイールを装着しているんですが、この今の装着している黒のホイールに色を塗りたい場合は、戻って、リバリーエディッターに行きます。で、新規作成、現在のステージから作成します。はい、次にまあデカールでいきなり貼りたいところなんですけど、それじゃあホイールは選択できなくて、車のボディばっかりですね。ホイールを選択したい場合はペイント、ここでホイールの選択をします。すると、まあホイールっていうのが項目出てくるので、これを選択するとこの色がね選べるようになります。カラーパレットっていうところで好きな色を選択できます。まあゴールドは今ちょうどオンライン上で見つけた、なんか色合いのかっこいいナコンっていうね、多分これコントローラーを純正以外のコントローラー作ってるブランドだと思うんですが、このナコンの黄緑色のカラーに合わせた、ホイールカラーにしたいと思ったので、その色に近い色をちょっと選択しますね。黄緑はね何種類かあるんだけれども、ボディの黄緑と同色っていうのがなさそうなので、ここからちょっと色の調整します。この四角のところで三角ボタンでカラーピッカーを開くっていうのを押します。するとこういうふうにもう細かく色のね調整ができるようになってます。もうちょっと青みが欲しいなと思ったら、この上のレインボーになっているところを青側に寄せながら、自分のこの色を探すんですが、もっと青やな、まあ自分の思う色をこうやってちょっとずつ、まあ、細かく色調整したい人はこれで探すといいです。あ、これぐらいかな。ボディの黄緑と同色の色ができました。そしたら OK ボタンを押して決まりですね。じゃあこれでOK を押して完成です。ホイールがボディと同色になって決まりましたね。じゃあ保存するにして、はい、そしたらホイールの色が変わりました。簡単に思い通りのカラーに仕上げることができました。今回の動画は以上になります。ゴールドのようにホイールカラーのやり方に困った人はぜひお試しください。またね、リバリーの質問などわからないことがあれば、ぜひコメント欄に書き込んでおいてください。そしたらまたね。バイバイ。